皆さんこんばんさいです。さーて、今回はですね、定期的にやっております、リクトさんに物申す動画よいしょーということで、ここ最近はですね、全然物申してなかったんですね。もう静かに、まっとうに、アニメ系 YouTuber としてアニメの感想を投稿していた次第です。なんでかっていうと、特に物申すことがなかったからっていう、それだけの理由だったんですけども、先日ですね、リクトさんが投稿した動画の内容に関してはですね、いや、ちょっとそれはどうなんと思うところございましたし、まあ、実際コメント欄もですね、否定的な意見多かったなっていうところがございますので、その動画に関しましてですね、正直すぎる感想、そしてね、一切忖度なしで、語っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、何の動画かっていうところね、お伝えしたいんですけども、推しの子第20話の感想動画でございますってところで、まあ、一応概要欄にですね、リンク貼っておきますし、まあ、全編ネタバレありで、語っていきたいなと思いますので、まだ視聴してないよって方はご注意ください。ちなみに私はですね、推しの子原作勢ではございません。アニメ勢でございますっていうところで、まあ、早速ですね、リクトさんの第20話の感想についてね、お話ししていきたいと思うんですけども、その第20話の感想動画について、正直ですね、リスペクトは持ちましょうよと思った次第ですね。で、この20話の感想動画どんな内容やったかっていうと、まあ、推しの子舞台編が終わったんですね。第20話でね、終わりましたよっていうところで、その第20話がですね、まあ、ネットとかですかね。で、なんかちょっと長すぎるみたいな。舞台編長すぎて本筋全然入らんから思うないみたいな意見があったらしいんですね。まあ、その意見についても触れつつ、じゃあ自分はどう思ったのかってお話をされていて、単話で見たらおもろかったんやけれども、まあ全体で見ると、ちょっと微妙かな、みたいなことをお話しされていた次第でした。それに関してはですね、全然問題ないと思うんですよね。もう感想なんてもう個人個人ね、どんな感想を持ってもいいですから、ね、単話やったらおもろいけど、まあ一連の流れとしてみたら、そんなでしたねっていう感想をリクトさんは持った。何の問題もないんですけども、何があかんかったかっていうところなんですけども、その忖度をしないっていうところを履き違えているっていうのが問題かなと思いましたね。その感想動画ではですね、まあ、20話までの2期の感想、まあ、思ってることっていうのを、ま、いろいろとわー言ってね、正直すぎる感想というところでお話ししておりまして、まあ、わかるわーとかね、わからんわーとかですね、あ、そんな考え持つんや、みたいな感じで、まあ、聞き流してはね、いたんですけど、唯一ですね、その聞き流せなかった言葉があってですね、その何かって言いますと、2期も、夜遊びさんが主題歌やったらよかったのにな、みたいな、そういう発言をされていたんですね。これに関してはですね、その忖度なしとはいえ、それは失礼なんちゃうかな、と思いましたね。この発言って、推しの子にも失礼ですし、ジェムにも失礼だなっていうところを強く感じるわけですよ。で、2期のオープニング主題歌っていうのは、まあ、ジェムさんですよね。ケンティですね。ケンティと北に達也さんのユニットが担当されております。ファタールっていうね、楽曲で、もう素晴らしいですよね。もうダンスなんかをね、めちゃくちゃ素晴らしいなっていうところで、めちゃくちゃ踊らさせてね、いただいてるんですけども、そのファタール私めちゃくちゃ素晴らしいと思ってるんですね。で、めっちゃええ曲やみたいな。推しの子にマッチしてるなっていうところを、まあ、強く感じてる次第ですし、まあ、YouTube 上でもですね、もう何千回再生っていうところでめちゃくちゃバズってるなと思う次第です。なので、ファタールという楽曲は推しの子にとって非常に素敵な楽曲だなって私自身思ってるんですけども、でも夜遊びさんにねすればよかったのにっていうことは、もうジェムさんを全否定するわけですから、ジェムさんはあかんかった。2期の主題歌を担当したジェムさんはダメなんだ。夜遊びじゃないと。ね、夜遊びさんじゃないと、推しの子はダメなんだって言ってるようなもんなんで、ね、めっちゃ頑張ってね、ケンティもね、北にさんだって歌ってんのに、そんな失礼なことあるかいって思うわけですよ。で、さらに、やっぱ推しの子自体にもね、失礼なんですよ。ね、原作からファンでね、アニメもね、楽しんでてっていう中で、なんでそんな作品に対して失礼なこと言えんのかなって思うんですけども、これ、要は夜遊びさんのおかげで、一期はあんだけ盛り上がったんですと。だから二期も夜遊びにすればもっと盛り上がったのになっていう解釈ができる発言なわけですよね。そうかいと思って。ね、夜遊びさんのおかげで一期の推しの子は盛り上がったんかいっていう。おんぶに抱っこやったんかい推しの子はっていうことなんですよ。そんなこと私全然ないと思うんですね。で、実際、
一期がなんであんな盛り上がったかっていうところなんですけど、私の解釈ね。私の解釈は、作品自体の面白さもそうですし、YOASOBIさんの楽曲の素晴らしさも相まって、もう相乗効果であそこまで爆発的に人気になったっていう印象があって、で、そもそものスタートは、推しの子第1話90分スペシャルがめっちゃ素晴らしかった。ここが、推しの子がもう爆発的に人気になったスタートラインだと思ってるんですよ。で、またあの90分スペシャルめちゃくちゃ素晴らしかったですよね。星野愛がアイドルとして輝く。そして悲しい事件があって、復讐劇に変わっていくっていう、あの90分で綺麗にまとめ上げられている、本当に素晴らしい第一話だったので、推しの子面白いっていうところで話題になったわけですよ。ほんで、YOASOBIさんの、まあ、アイドルという楽曲がめちゃくちゃ素晴らしかった。もうそれはもう間違いないです。めちゃくちゃ素晴らしかったですし、YOASOBIさんのアイドルのミュージックビデオが推しの子の内容とリンクしていて、で、そっちもめっちゃ素晴らしかったわけですよね。90分スペシャルをね、第一話見ていれば、あのミュージックビデオを見るとね、心動かされるのなんて当たり前なんですよ。っていうところのこの相乗効果なんですよ。90分スペシャルもめっちゃおもろかったし、その、YOASOBIさんのね、アイドル楽曲自体もそうですし、ミュージックビデオも素晴らしくて、で、この相乗効果で跳ね上がっていったっていうイメージなんですよ。まあ、あとゲッターのおかげもあるかもわかんないけどね。っていうところで、アイドルのおかげだけじゃないんですよ。YOASOBIさんのおかげで、おんぶに抱っこで推しの子は一気盛り上がったわけじゃないんですよ。二つとも頑張ったのよ。なんならね、あの、女王蜂さんだって頑張ったのよ。女王蜂さんのメフィストめちゃくちゃ良かったのよ。ね、でもこれだけじゃない。ね、推しの子に携わった皆様が、ね、全員がね、主題歌担当される皆様もそうですし、声優さんだってそうですし、ね、制作、みんなよ推しの子に携わったみんな、ね、メディアなんかもそう、みんなが頑張ったから推しの子っていうのは、あれだけ爆発的な人気を誇ったわけであって、それよね、アイドルにすればよかったのにねみたいな、YOASOBIさんだったらねみたいな、そんなね失礼なことある思って、何年アニメ系 YouTuber やっとってまだそんなことしてんのっていうところで、いやちょっとびっくりな発言でしたね。まあ、それ以外はもうどうでもよかったんです。なんかその原作のね、私原作読んでないから知らないですけど、原作の最新話のね衝撃が強すぎてアニメはそんな衝撃なかったですとかね、なんか20話の感想動画やのに全く20話のこと語ってないとか、そんなことは別にどうでもよかったんですよ。どうでもいいし、ね、20分ぐらい感想動画ありましたけども、正味喋ってる内容を3分ぐらいでまとめれるんちゃうかとか、そんなことはほんとどうでもいいんですよ。どうでもいいんですけども、なぜ作品であったり、その作品にね、携わってる方へのリスペクトができないのかという。忖度なしと言えばね、動画内で。私は忖度しませんからと。いや、それはいいと思いますよ。忖度してさ、ね、視聴者さんとか、まあ、世間の声とかに、ね、忖度出しまくって、人気な作品をね、毎回おもろい、おもろい、みたいな、おもろいとか思ってないのにおもろいとかね、言う人とか、ね、C ランクにおいてね、ティア表ですよ、SSS、ABC、C ランクにおいて、この作品は C ですね、いや、面白いですね、とか、なんか、そんなより全然いいと思いますよ。全然いいと思うんですけど、その、忖度なしでも、リスペクトは必要やんっていう。そこをね、めちゃくちゃ感じる動画でしたので、いや、ちょっとね、世間は許してくれませんよ、と思った次第ですね。ということでですね、あの、先日、リクトさんが投稿しておりました、推しの子第20話の感想動画を視聴した、正直すぎる、忖度なしの、感想でございましたっていうところで、あの、物申すだけやったらね、ちょっと申し訳ないんで、明日ですね、明日ちょっとあの、リクトさんにおすすめしたいですね、アニメを紹介させていただければな、と、思いますので、ぜひとも視聴してみてください。まあ、もう、視聴したことあるかもわかんないです。うん、その、あげる作品ね。視聴したことあるかもわかんないですけども、改めて、視聴していただいてですね、あの、感想なんかをね、お聞きしたいな、と思いますね。はい。よろしくお願いします。ということで、明日もぜひとも見てください。では。